はい、こんにちは、かけむらです。今日はですね、日産のオーラ、e パワー借りてまいりましたんで、内外装レビューやりますんで、よかったら一緒に見てください。日産オーラ、e パワーですね、ノート E13 やったですよね、の派生車になります。ノートよりもちょっと大きいんかな。車両サイズの方が、全長が、すいません。全長が4045mm です。で、全幅が 1735mm。1m80 ないですね。割に、ちょっと、どちらかというとコンパクトですね。全高が 1525mm です。オーラには 4WD の設定があるんですよね。ノートなかったのかな、わからない。ちょっとよく調べてなかったんですけれども、見た目はね、なかなかかっこいいですね。この進化した V モーションが特徴的です。すごくなんか V モーション最初なんか変な形だったけど、こういう感じで。なかなかしっくりくる V モーションデザインに変更されています。で、そうですね、中の方は割に広かったです。すごい室内、運転席助手席割にね、ゆったり座れる感じで、で後部座席もまあまあ広いです。ただちょっとやっぱり全長が短い分、乗り降り、後ろの後部座席、なんで靴下落ちてんやろ、後部座席、ちょっと乗り降り、どんなもんなの、まあ、乗り降りしにくいっていうほどではないですね、ちょっと頭気をつけたら、乗り降りはしやすい感じには当たっています。で、後部座席、割に広いですね、十分です、クリアランス十分。エアコン吹き出し口はなくて、USB 充電。ポートはありますね。ドアポケットだけか。収納はドアポケットだけですね。あ、こっちはあるわ。OK。で、こういう感じですね。後ろのウィンドウはちょっと小さめ。で、ここに窓があると。あとは、インストルメントパネルはこんな感じですね。割に木目のパネルガーニッシュついていたりでとかで、割にラグジュアリーな仕上がりになっています。よいしょ。これでほんまに全長4メーター4センチ、 4.5 センチですね。4メーター 4.5 センチなんですけれども、かなりトランクスペースもまあまあ広いですよね。もう十分十分。コンパクトカーやけど、コンパクトカーらしくないっていう感じですね。おお、一文字。テールレンズ。あとでちょっとライトを光らしてみましょう。じゃあ、ちょっと、システムオンしてみますね。ちょっと燃費とかその辺がね、わからなくて、この辺が AT セレクトレバー周りのスイッチ類ですね。モードと EV モードと、オートブレーキホールド、パーキングブレーキ。ちょっとシステムスタート。今、ちょっとエンジンかかりましたね。これがナビですね。カメラってしたら、狭い道路もこう通り抜けるときにこうカメラ切り替えられるという。すげえ、こう、ドライブアシストがすごい充実しています。燃費がいくらかちょっとわからない。出し方がね、ちょっとわからないんですよ。すいません。どうやったら出てくるんだろう、燃費。わからない。すいません。ちょっと、これは？あ、出た出た。燃費は、平均 16.6。ちょっと悪いですね。なんでや。まあでも、僕の N 版でもそんなに燃費12ぐらいやったから、そんなに良くはなかったかな。なんでやろ。夏場やから燃費悪いんかな。ちょっとエンジンルーム見てみましょう。
よいしょ。おー汚いな。イタチ入られてる感じですね。僕の車も結構イタチ入られてます。おー、やっぱりガソリン、あのエアコン入れるからあれなんですね。天気悪いでしょう。おい、じゃああとはヘッドライト類ちょっとつけてみますね。ヘッドライトオン、ハザードオン。うい、 LED ですね。おお、 LED ですね。あ、ホグもついてる。いいですね。プリウスがこの日産のデザインパクったんですかね、トヨタ。なんか今見たらすげえプリウスになんかちょっと似てるみたいな。ハンマーシャークヘッドでしたっけ。やっぱこう全長が短いから、こうなんか ストーンって、テールエンドがストーンっていう感じで、やっぱりよく見るとコンパクトカーやなっていう感じでしょうか。もう一番光ってるし、いいですね。いいです、いいです、光っています。で、このルーフスポイラーもちょっとさりげなくてかっこいいですね。おー、いいですね。ただリアブレーキがドラムなんですよね。なんでなんやろう。まあしゃあないけど。おー、いい感じ。いいです、いいです、気に入りました。ノートオーラ乗り心地もいいんですよ。また試乗レビューアップいたしますので、よかったら見てください。すいません、日産、オーラですね、初めて乗ってみたんですけれども、すっごい乗り心地いいです。で、外観もなかなかかっこいいですよね。めっちゃ気に入りました。それでは、またあの試乗レビューアップいたしますので、またぜひ見てください。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。